3239人の感染が確認されました。東京都で今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに3239人確認されました。先週の土曜日に比べておよそ600人増え、4日続けて前の週を上回りました。直近7日間を平均した1日あたりの新規感染者は 2997.1 人で、前の週の 94.6% でした。重症者は9人で4人の死亡が報告されました。